た人には罰ゲームをしてもらいます。お尻で文字を書いてもらいますので、何て書いたか当ててみてください。それでは、リカちゃん、ヒントは果物、ひらがな、3文字です。はい、トトちゃん。残念、違います。もう一度お願いします。はいはい。それでは、ゆかちゃん。りんごです。正解です。じゃあ次は、けんちゃん。ヒントは、果物、3文字、カタカナです。それではゆかちゃん、バナナです。正解です。如果您对于日文与日本文化的入门教学有兴趣，或者您是中小学教师，希望透过日本文化学习丰富学童的世界观，欢迎加入我们的 FB， 更多日文教学资源公开在教育部教育营，请看影片下方说明哦。